グか。こんにちは、トトロラブチャンネルです。今回はこちら、隣のトトロカプセルトイ、トトロ出ておいでを紹介します。先日12月24日にどんぐり共和国の店頭のみで販売されました。今回のカプセルトイは第3弾となります。第1弾は昨年動画でも紹介しましたが、こちらの真っ黒クロスケと小トトロがカプセルで、中にトトロのキーホルダーが入っていました。トトロのキーホルダーはこちらです。第2弾はメイカニのカプセルトイで、こちらがメイカニです。メイの帽子などの指輪が入っていて、それをメイカニの頭に差し込んで飾れるというカプセルトイだったんですが、カニはいっかと思ってやりませんでした。そして今回はこの大トトロということで、絶対欲しいと思ってオープン時間に合わせて行きました。私が行った店舗は数人並んでいました。長蛇の列だった店舗もあったみたいです。で、販売当日は1家族4回までと制限がありました。価格は1回500円です。トトロガチャを回している動画があるのでご覧ください。ママ優しいね、4回もやらせてるの。また出た。どうぞ。すごい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます共和国でトトロガチャをして帰ってから、クリスマスの準備で開けていなかったので、今から中身を開けます。第1弾の真っ黒クロスケのカプセルトイでもそうだったんですが、このようにこう目の向きが違うタイプがあります。今回のトトロもですね、目の向きが4種類あるそうです。これはおそらく上向きです。正面を向いています。こちらは左を向いていて、こちらも正面、これとこれが同じかなと思うんですが、微妙に目の位置が違います。この真っ黒クロスケの第1弾のカプセルトイの時には、中身にはキーホルダーが入っていたんですけれども、目の向きと中身のキーホルダーは同じとは限らなかったです。上向いてるの同じだったんですけれども、中のキーホルダーは4つ中3個がですね、同じこのコマのトトロで、この灰色のトトロが1つだけでした。なので多分今回の大トトロも、目の向きとそれから中の上に乗せるキャラクターは必ずしも同じとは限らないと思われます。では開けてみたいと思います。私はすごくくじ運が悪いので絶対かぶると思いますが、開けます。じゃあこの正面向いてるトトロから、こんな風にガチャをした時には外側にこうビニールがついています。開けますよ。ここパカッと、ここパカッと開けられるようになってます。1個目は絶対被らないので、よいしょ、いきますよ。じゃん、あ、カエルだ。カエルの上に真っ黒クロスケが乗ってます。かわいい。
カエル結構リアルですね。かわいい。真っ黒クロスケが乗ってます。それから耳ですね。トトロの耳が袋に入ってました。ちょっと差し込んでみましょう。トトロ、出ておいで。フィギュア1、本紙1です。こんな感じで、全部で4種類。メイちゃん、中トトロ、小トトロ、カエルと真っ黒クロスケ。ほっこりフロッキーカプセル。トトロのカプセルは目の向きが4種類ですね。あ、後ろに書いてましたね。左耳が白い軸で、右耳がグレーの軸と書いてます。耳の向きは内側が正しい向きです。で、先に頭に乗せるフィギュアをはめてから耳をはめてカプセルを閉じると書いてます。対象年齢は15歳ですね。今気づいたんですけど、私のこの目の種類って全部集まってるのかな？左、上、左上、あれ？まっすぐ、まっすぐ寄り目。揃ったことにしよっかな。よし、はめよう。とりあえずはめよう。まずは、まずは上に乗せるの。なんかこれだけで可愛い。これははまってないですね。はまった。はまったぞ。このはめたここの部分が、この縦の線がですね、正面になるようにしないといけないっぽいですね。はまりました、今ちゃんと。無理やりやらないようにしよう。あ、できた、できた。あ、できた。やっと組み立てられました。かわいい。かわいい。この、表面のこの感じが、シルバニアファミリーみたいな感じで、すごい可愛いです。このポッテリ感。このよく見ると、この足が、わかりますか？足の裏にここ、茶色くなってるのとか、爪ですね、これ。足の爪。これ手の爪ですね。ヒゲが同じここの生地でなってて、尻尾と、このね、猫背感ね。かわいい。よし。では、どんどん開けていきます。さあ、次はこれにしよう。これは上向いてます。さあ、上向いているトトロは何でしょう？またカエルみたいなパターンないかな？怖い。怖いよ。あ、超トトロだ！やった！嬉しい。嬉しい。これを被ってないの超嬉しい。やったー、ショートトロ来たー。大好きなショートトロ、やった、嬉しい。さあ、じゃあ次はこの、これは表面向いてんのかな。当ててみます。なんだ、あ、またショートトロ。ショートトロでした。ってことは、コンプリートはできなかった。オッケー。ショートトロはめるか、はめるか。ショートトロがかぶったので、残りのこの左を向いているの開けましょう。またショートトロだった。はあ、いきますよ、お願い。はい、当たりや、当たりや。めいちゃんいなかったけど、いや、よかった、やった、よかった。あ、いや、よかった、よかった。もう私は中トトロとショートトロは絶対欲しいと思ってたので、よかったです。ショートトロの上にショートトロが乗ってる。ショートトロの上に小ショートトロが乗ってますね、これ。
かわいい。あ、ちゃんと尻尾ついてるし、かわいい。超かわいい。そして中トトロは、ちょっとね、下向きなんですよ。こういう風に。ちょっとこう、大トトロのことを気にしているような感じです。このね、背中のこの丸みね。かわいい、ご尻尾ついてます。よかった。かわいい。でトトロはですね、このシルバニアファミリーみたいな質感なんですけれども、この上に乗せるキャラクターは、まあ、ちょっとこう、固めのプラスチックのような感じです。それが今回の大トトロのガチャで、これが去年のガチャです。お、並べるとすごい可愛いですね。やっぱ大トトロは大きいですね。大きいです。可愛い。ということで、隣のトトロ、カプセルトイ、トトロ、出ておいでを紹介しました。もう毎日、こう、なでなでしたくなる可愛さです。大人気商品で、おそらく数量限定かと思いますので、気になる方はお早めにお店の方へ足を運んでみてください。この指人形がリニューアルされましたので、リニューアル前の指人形と徹底比較して紹介したいと思います。こちらの動画もお楽しみに。それではまたね。バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。うちまで競争。あ、ずるーい。あー。